座って、まあ、めちゃめちゃ泣いてますけど全然終わってないです。あの手塚先生といろいろ約束し亡くなる前に約束して、とにかくこのチームは最低ベスト8っていうふうに言われました。でベスト8って言われて、まあ2大会でベスト8っていう目標を掲げましたけど、あの結果的になれなかった。2回戦負けで、いつも言うけど最終的に日本一目指してますね。でその中で、この大会っていうのは、まあ、2回戦負けですけど相当意味がある内容になりましたので、これで引退じゃない、ないウィンターカップ日本一になるために言ったよね。この大会は日本一はいい、ベスト8になればいいんだ。でウィンターカップ日本一になるためにインターハイでまず8になる通過点に過ぎないんですよ。だから日本一になるための8でもならなかったけど日本一なんですよ。なので少なくともこのゲーム、今日のゲームやって日本一の、まあ、北陸は明日どうなるか分かんないですね。土浦日大に負けるかもしれないし勝つかもしれない。でも土浦日大と九州やってますから土浦日大との差はある、分かってると思うんですよ、ね、北陸とも自分たちの力が分かってるので、まあその2つのチームが、まあ、どっちか勝つわけだから、そのチームと大堀がやった時にどういう試合をするかによって実際に自分たちが日本一にどれぐらい近づいたのかっていうのが分かると思うので、それを見て実際に冷静に判断しなくちゃいけないと思いますけど、少なくともいろんな試合見ていろんな結果見ても分かるように日本一一番近いのは今年の代が日本一一番近い。だから終わってない、全然だから泣く必要ないしね、なんかもうそんななってるけど悔しいですよ。正直生徒が一番悔しいですけど俺が一番悔しい、自信がある絶対に。だから泣きたいけど終わってないのに泣けない。だから日本一になるためにこの負けっていうのはすごい大事だから、俺はすごいいい経験させてもらったな。追いついてヒデとかスリーポイントフリースロー3本決めた、すごい大差、あそこで追いついたのはすごい嬉しいし、まあそこでもう昨日緊張しててガチガチまばたき半端じゃないヒデとか今日あんだけそこでスリーポイント3本スリースロー決めたのは感動に値する本当はあんだけ14点差、さっき戦況見たけど14点差お前ら追いついてんだ。北陸は去年見たかった3位ですよ、全国3位14点差お前残り10分で追いついてんだ、半端じゃないですよそれは、ね、で負けたらあれもさっきも何回も言ったけど勝負だから負けるか勝ちかしかない。で負けたのそれ受け入れるしかない、なんで負けたのかっていろいろあるし反省、それをこれ終わりじゃないんだよ幸いに。だウィンターカップにつなげて勝てばいいだけの話で泣く必要は全くないよ。だから俺泣きたかったけど泣く心情になれない。なんでか次がある、次日本一になるためにすごいいい経験、お前らは多分日本一一番いい経験したと思うんですよ。なのでお母さんとお父さんも含めて別に悲観することないですし力あるの証明したと思うのでぜひ力を貸してもらって、もう8じゃなくてもう次はウィンターカップで日本一本気で目指せると思うんですよ絶対に。今日も大堀見たけど大したことない、正直お前らも全然力あるね。それをやっぱ自信を持って手塚先生も亡くなった時に今年の3年はもうすごい最低8、8入んなかったらお前ふざけんなって僕怒られました。だからそれを胸に真鍋にも言われた、吉木さん最低8ですよ、8入れなかったら最低ですよって言われました。だから8入ってない、だから多分東京帰ったらいろんな OB から言われると思いますけどそれは承知してます。だけど最終的にウィンターカップで僕日本一取るために教えてるのでそれはもう全然問題ないです、しょうがないです、僕は背負いますそれは。なので3年生にちょっと仮引退になってます、引退させないです、絶対最後までちゃんとウィンターカップ、まあ、八王子慶応かどうなるか分からないですけど僕は決勝まで行くと思ってます。でもたとえ行けなくても君たちは東京で優勝する力は絶対あるので八王子慶応を倒して実力で行ってそして日本一を掴んでもらいたいと思います。それぐらい力あるし自信持ってもらいたい、ただそれにはやっぱりお父さんお母さんの力はあるので本当に今までも、もう僕は本当にありがたいと思ってます。いろいろ去年も含め、おととしも含め4年連続出てます、来年5年連続20回目かかってます、
で OB からもいろんなプレッシャーがかかります。保護者からもいろいろな、まあ、批判はないですけど、いろんなやっぱ要求は感じてます。でもそれだけ感じてられるやっぱりそういう状況にあるっていうのは僕は幸せに感じているので、逆にも勝ってラッキー、勝たなくてはしょうがないじゃなくて、勝って当然っていうチームを見ているので責任は感じてます。当たり前です。だから結果出さなきゃしょうがないです。今日も勝たなきゃしょうがないんです。惜しいじゃ済まされないので、もうそれはもう当然受け止めてます。ただ実際にこれだけ追いついて、本当14点差追いついた生徒に僕は感謝してますし、もう頭上がんないし、正直そして今4人並びまして、今田、響き、陽子、ね、そして、修造、この4人は僕は正直、修造は本当にさっきお母さんと話しましたけど、すごい大変だと思います。もう半年前に人体切って、もうしかも体育、ね、浮き打ったりがくだらないところで、変な滑って、十字体切って、もうすごい孤独だったと思うんですけど。それすごい乗り切って何も文句言わなかったです。チームのことだけ、自分のことなんか一切言わないですよ。でも本当に文句言わない、一切自分を捨ててやってくれた。これは今1年生に大きい子いますけど、この彼の活躍がもう本当にすごい影響を受けてると思います。よーってね。そして陽子は、陽子今田は僕にめちゃくちゃ怒られました。4日前に熊本で半端じゃない怒られました。もう僕も頭きました。もう60半の気象なのに2人マネージャー、しかも態度10分20分も遅れちゃう。僕に謝りもない、もう最低だ、お前ら見らない、最後謝りました。でも僕は散々20分30分説教して、なんで福山でバスケットいるんだ、勝つ負けるじゃないんですね。20年後お前らが社会人出た時に実際社会で通用するのかしないのか、お前らしない。今田は僕は1年半お願いして、頭僕が下げてマネージャーお願いしたんですけど、はっきり言って何もやってないです、正直。だけど怒った後に今田は最高でした、はい、だからここで今田を失うのはすごい痛いです。これを1年半やったらもう多分勝ってます今日ね、絶対に。でそれぐらい本当大事なんですよ。本当に今田が最初からもう力尽くしてやってたら絶対勝ってるんですよ。今日だって細かいこと言いますと、マジックペン使えなかったんですよ。僕は午前中使えないの知ってたんです。でもほっといて使えなかったんです。だから僕はマジあれでやってました。だからもう小泉に罰当たりしました。もうふざけんじゃねえ、なんでは午前中使えないの分かってるのに用意しないの。僕は未だに怒ってる、本当は。だからそれだってその一つマジックペン使えるか使えないかで今日勝つか負けるか決まってるんですよ。それをできなかったマネージャーは僕は本当に怒りたい。でもこれ最後なんでよくやったと思います。陽子もそうね、ここをしっかりやってもらいたいです。これが人生終わりじゃない、18で死ぬわけじゃないんです。60年70年生きるのにバスケット勝つ負けでこれで終わりじゃないので、やっぱりそこをしっかりやってもらいたいです。バスケット入った以上は、そういう意味では修造は本当に見本になりますし、響きはもう本当にもう泣けるぐらい頑張りました。もう本当にこいつ僕怒りましたけど、腐って途中で帰ったこと中継今だと覚えてますよ。めちゃくちゃ怒ってこいつのために10分20分怒ったんです。こいつ不手腐って帰ったんです。みんな追っかけたんですけど、もう僕次の日やめます、お前ふざけんな。でこいつは心改めてその次の日から学校の先生からも本当にもう学内で一番評価を受けてるの響きです、間違いなく。3学年石田響くん、すごい人間的に素晴らしい、もう本当にもう誇れる卒業生ですし、バスケットうまいかみたいなの関係ないんですよ。最高ですこいつは、間違いなく。なのでその4人にいろいろありました、4人ですけど支えられて、そしてプレーできているということをこの後ウィンターカップにつなげて結果出さないと4人は納得できないと思うので、ぜひともウィンターカップでやっぱりもう8じゃないです、もう超えてます。君たち力ある、証明したことで今回日本一を本気でやっぱり目指してほしい。俺も本気でやっと、正直今だから言いますけど、去年は面接やるときにやっぱりまあいい戦いすればいいと正直思いました。北陸はもう僕去年昨日夢見て北陸勝った、よっしゃ酒井先生めちゃ全国から注目を浴び、そして土浦勝つ8入る。
大堀メイン会場すげえ試合してる、こう入った、そして日本一になって、僕今日言わなかったですけど、バスの行きのバスで一人で妄想してちょっと涙流してた。それぐらいもうイメージが完成されてたんですよ。去年は正直イメージできなかったんですけど、今年は日本一になるイメージができてたんですよ。だからウィンターカップでそこの日本一のイメージをやっぱり現実にして、みんなでやっぱり盛り上がって日本一に取って、もう僕若干20です、今年33です。手塚先生はやっぱり30年かかっても日本2位だ、僕は30歳の代で優勝するっていうことに価値を見出してるので、なんとかもう今年やりたいです絶対に。なので本気でやってもらいたいです。今年の今回の試合もやっぱ絶対勝てたと、正直小堀中山も仕事してない、絶対にそこは俺は絶対許せない。お前らが仕事して東京の予選はお前らでやっぱりいい試合したんですよ。途中の試合も見送りしないも小堀も中山も活躍してああいうゲームができたんですよ。でその2人が全く昨日も今日もしなくて負けたっていうのはもうすごい悲しいです。だからこれは終わってたら俺はよく頑張ったって言えるんですよ。で終わらないからこそ厳しいことあえて言いますよ。お前たちやらなかったら絶対に勝てない。なので僕は終わってないです。ウィンターカップがとにかく集大成、そこで結果出たから僕も泣くと思います。でもそこじゃ泣けない。なので終わりじゃないので、保護者一同全部最初に言いましたけど、みんなチームです、ね、森本も松尾も遠藤も桜井さんも OB もみんな本当に応援してるんですよ。久我山は OB は負けてもなんでお前勝てないんだって言う OB 誰もいないです。正直今野球もサッカーもラグビーも結果出さなかったらすぐ更迭です。だけど久我山結果出さなくてもいい頑張れって言ってくれるんですよ。だけど僕はそこに甘えないで結果出して絶対に お前らよくやったってやっぱり全国で知らしめたいと思ってますし、絶対全国で日本一の監督になりたいと思ってます。日本一の選手にしたいと思ってますので、いろいろと文句あると思います正直。だけど本気で狙ってるので、今後ともぜひいろんな協力をお願いしたいと思います。本当に毎年毎年、まあ、4年連続になりますけど、もう絶対まずウィンターカップ本当に優勝して、そして来年5年連続20回達成すればもう絶対久我山の時代来ます、間違いなく。もう他もいろいろごたごたあります。もう絶対久我山が今後10年20年30年長い期間時代が絶対来るので、そのために今年が本当大事なんですよ。絶対に手塚先生の思いも本当もう 99% 手塚先生の思い背負ってます。もう今回も 4年間で4回も墓参りします。広くに行かせました。それは絶対見てるので、今回も負けたらもう手塚先生が多分お前ちょっとここで負けてよく分かれって言われてると僕は思ってますから、日本一になるための敗北だと思ってるので、泣く必要全くない。絶対に次につなげるための敗北だと思ってるので、悲観しないで次につなげて、話いっぱいあるから次につなげて、もう日本一です、それしかないです。8とかじゃない、くだらないこと言ってない日本一しかないので、本気でウィンターカップ保護者も含めて日本一になるために何しなくちゃいけないかよく考えて行動してもらえれば、僕も含めてスタッフもやってもらえればと思います。ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございます。 Oh!